かほです。はい、前回はですねこんな感じで夏の天泊の練習でテントをね屋外で張ってみたんですけれども、せっかくね河原にやってきたので今日はね火を起こしてお昼ご飯を食べたいと思います。美味しいねお肉を仕込んできたのでお肉を焼いて食べていきます。それではスタートです。ここはね河原で実は直火も OK なんですけれども、ちょっとね焚き火台を持ってるのでね焚き火台を使っていきたいと思います。今日は固形燃料を使って火を起こしていきます。しまった、これ入れるの忘れてた。ライターで固形燃料に火をつけます。多分これ針葉樹の薪だと思うんですけど、最初に針葉樹の薪を入れるとすごい火がねバーって上がるんですよね。針葉樹の後は広葉樹の薪を入れます。広葉樹の薪の方がなんかすすが出にくいですね。ここからは食材の下準備です。この玉ねぎを濡れたキッチンペーパーで巻いていきます。その上からアルミホイルで覆います。はい、ちょっと焚き火台をねテントから離しました。はい、こんな感じで焚き火台の中に入れて火を通していきます。こちらのエリンギは薄くスライスしておきます。アスパラガスは根元の硬い部分をねポキポキポキっと折っておきます。焚き火台に五徳をセットしてその上に鉄板を置きます。こちらの鉄板は以前動画でも紹介した横沢鉄板という鉄板ですね。はい、そしてこちらが今日のメインです。このお肉はブロック肉を醤油ベースのタレに一晩漬け込んでおきました。このブロックの塊ごとね焼いていきたいと思います。はい、ちょっとひっくり返します。はい、すごくいい色ですね。ちょっと焦げた感じが美味しそうです。こんな感じで全ての面に焦げ目をつけたらアルミホイルでくるんでちょっと寝かせておきます。お肉を寝かせている間にお野菜も焼いていきます。はい、お野菜もねいい感じで焦げ目がついて美味しそうに焼けました。そろそろお肉が良さそうなので切っていきます。焼き加減はこんな感じです。はい、中がね赤くてレアな状態ですね。お肉は薄くスライスします。はい、そしてこんな感じで盛り付けました。美味しそうです。焼けましたので早速食べていきたいと思います。わっ、煙が。はい、美味しそう。めっちゃ綺麗に焼けてます。それではいただきます。美味しい。お肉表面が香ばしくて中は柔らかくてお醤油のねソースが効いててめっちゃ美味しいです。はい、お肉もう一回いただきます。
油が甘くてめっちゃ美味しいです。あー幸せ。はい、これねちょっと中赤いじゃないですか。もうね目の前に鉄板があるのでちょっとねこれ表面っていうのかな、焼いていきたいと思います。飲みたいと思います。あ、はい、もうお肉とビール合わないわけがないですね。美味しい。はい、そしてじゃじゃーん。メスティンでね実はガスバーナーを持ってきてご飯を炊いたんですよ。お肉とねご飯一緒に食べたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでねいい感じに炊けました。実はちょっと水の量がね目分量だったんでちょっと不安だったんですけど、見た感じねすごいいい感じに炊けてます。はい、ではお肉これご飯の上に乗せて、ほい、あーもうこれはこれはやばい。いただきます。ご飯と組み合わせが最高ですね。お肉お野菜もいただきます。エリンギからこう2枚まとめていっちゃおう。はい、エリンギお醤油味です。美味しい。焦げた感じも香りがね良くてすごく美味しいです。アスパラ、もうこれは絶対美味しい。いただきます。めちゃくちゃみずみずしいです。もうかじった瞬間に中の水分がじゅわって出てきます。焼くのすごいいいですね。はい、これ玉ねぎです。焚き火台からね出しました。今ねこう顔に近づけると玉ねぎのすごい甘い香りがしてます。うわすごい楽しみ。ちょっと中を見てみましょう。焼けました。玉ねぎはねお醤油をかけてみました。もうね中までねホクホクでめっちゃ美味しそうです。ではいただきます。甘くてトロトロです。はい、もうすごい大きい玉ねぎだったのにやっぱり火が通るんですね中まで。はい、ということで今回は河原でね火を起こしていろいろとね料理をしてみました。料理といってもね、まあ、焼いただけっていう感じなんですけど本当にね美味しかったです。やっぱりねこう自然のスパイスというんですかね、本当に焼くだけで全部食材美味しかったです。まあ山だと焚き火とかはねちょっとできないんで、久しぶりに焚き火をねできてなんか火のね温かみを感じられた一日でした。それでは今日はこのあたりでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。